2008年中に開設が予定されていたアメリカ空軍の組織。アメリカ空軍の10番目の主要軍団となる予定であったものであり、2006年に設立がアナウンスされた。2007年夏までに設立予定であったがこれは延期された。その上で、他部署との任務分担の再検討や、アメリカ空軍参謀総長の交代もあり、2008年8月に、 解説準備が一時中止されている。最終的に10月6日に設立中止が発表された。空軍サイバー軍団は、電子戦、情報戦、サイバー戦を担当し、航空、宇宙空間のみならずサイバー空間においても、アメリカ合衆国を防衛することを目的としていた。中将が指揮を取る。機材などは、航空戦闘軍団を呼び、 空軍宇宙軍団より供出される予定であった。なお、解説までの名称は、エアーフォースサイバーコマンドとなり、暫定的な司令部所在地は、ルイジアナッシュ・バークスデール空軍基地。作戦部隊としては、第24空軍が予定されていたが、これは、空軍宇宙軍団の参加で設立されることとなった。部隊のエンブレムは、かつての戦略航空軍団のものを再利用している。 ありがとうございます。